ボートレース三国6日間シリーズ道の駅三国ふれあいパーク三里浜杯、本日はシリーズ2日目の競争、競争水面続いてのカードは第6レース予選競争です。対戦メンバーは1号艇室田康文、2号艇上村慎太郎、3号艇吉村正明、4号艇栗原直也、5号艇竹之内極、6号艇松田大志郎、以上のメンバーです。インコースへとゆっくり向かいます。1号艇室田康文、このレースはピストンリング2本を交換しての登場となっている1号艇室田の陰線です。2コースには2号艇上村慎太郎が向かいます。3号艇吉村正明が3コース、4号艇の栗原直也が4コースへと向かっていきます。5号艇の竹之内極、昨日の2走はともに3着船券に貢献しています。ここは5コースです。6コースに6号艇の松田大志郎、昨日の三国選抜ではトップスタートを決めまして逃げての白星マークしています。3対3、2つに分かれています。1号艇室田康文が人気の中心、人気の相手3号艇の吉村、そして6号艇松田に票が集まった一戦です。進入はインコースから1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。3号艇の吉村のスタートは際どいスタートとなっています。ただいまのスタート審議中です。ただいまのスタート審議中となっています。お手持ちの投票券お捨てにならないようにお持ちください。青1号艇の室田にもアクシデントでしょうか。現在スタートは審議中、スタートは審議中となっています。お知らせいたします。3号艇の吉村正明はフライング返還欠場です。3の組に関する投票権すべて返還となります。なお1号艇室田にもアクシデントがあります。3号艇の吉村フライング返還欠場、3の組に関する投票権すべてが返還となりますので、お手持ちの投票権はお捨てにならないよう大切にお持ちください。なお4号艇の栗原直也は妨害失格です。4号艇栗原直也妨害失格となっております。また1号艇室田も失格、1号艇室田転覆のため失格です。先頭は6号艇の松田、2号艇の上村が2番手、3番手5号艇の竹之内、6番2番5番、なおこのレース3号艇の吉村フライング返還欠場、3の組に関する投票権は全てが返還となりますので、お手持ちの投票権お捨てにならないよう大切にお持ちください。現在走行3艇です。6号艇の松田、2号艇上村、5号艇竹之内、6番2番5番、6双5の体型で最終ターンマークへと向かいます。6号艇の松田が先頭でラストターンマーク旋回します。2号艇の上村が2番手、5号艇の竹之内が3番手、上位体型は6番2番5番、第6レースゴールです。先頭6番松田が5輪、2番手は2番上村が5輪、ラストで5番竹之内がゴールインです。なお